が詰めかけています。セリーグ公式戦阪神タイガース対読売ジャイアンツの11回戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここまで来るとどこまで連勝記録が伸びるのか楽しみですよね。いや本当に強いですね、まあ、よく投打が噛み合ってますね。そうですよね。里崎さん、初回の攻撃、特に大事な点はどのあたりでしょうか。まあそうですね、一番バッターが塁に出ると最高ですけど、最低でも相手投手に多くの球を投げさせたいですよね。はい、そのあたり粘りというのも大事になってきそうです。ジャイアンツマウンドに上がるのは先発の櫻井。どんなピッチングをしてくれるんでしょうか。真由美打席に入ります。昨日のゲームでは5安打の大活躍でした。打撃好調でしたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。さあここから初回の攻撃になるわけですが、西さん、最近打線の調子も非常にいいですよね。下位打線でも真ん中打ちました。センターに抜けました。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー一塁です。バッターは注目のルーキー和田。昨日は4安打を記録しています。いやー、片目打ちでしたよね。はい、さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。ヒットでランナーを一塁に置いています。ファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する、タッチアウト、盗塁失敗。ここはスチールを阻止されてしまいました。いやー、これは残念でしたね。西さん、今の盗塁どうだったんでしょう。いいバッターが打席にいるのでバッティングに期待した方が良かったかもしれない。2球目打ちました。この当たりはどうか、このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。バッターのバース、今シーズン得点圏での打率は5割3分7厘となっています。すごい数字ですね。ここもやってくれると思いますよ。そうですか。まあ、ここはもう狙いを決めて、それが来たらフルスイングですね。痛烈な打球、高く上がった、入った。先制のツーランホームランです。タイガース、これでシーズン本塁打記録を塗り替えました。ストライクを取りに来たところ、思い切り引っ張ってスタンド深くまで運んでいきました。タイガースが先制しました。2対0になりました。いや、2ボールでしたからね。1、2、3で思いっきり打ちに行きましたね。はい、ご覧いただきましょう。期待通りのバッティングで先制ホームランを放ちました。初回での一発、この試合の行方を左右するような大きな一発となりそうです。さあ、バッターは石峰。この打席でホームランを放てば今シーズン30本。西さん、30本目前となりましたね。まあここで決めたいですよね。そうですね。さあ、30号となるのか。初球は変化球から入りました。引っ張った、よく取った、一塁へ。おっと、ボールが落ちている、落ちている。セカンド送球、バッターランナーは二塁到達。これで4連打、ワンアウトランナー二塁となりました。打ちました、いい打球だ、伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点。そのままスタンドに入りました。ツーランホームラン、これがチーム2本目のホームラン。初球でした。きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。追加点が入りました。タイガース、4対0。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。初回の攻撃はどこまで続くことになるんでしょうか。バッターは松永。
昨日のゲームはホームラン3本を含む4安打の大活躍でした。いや当たってましたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。タイガースホームランで得点を挙げています。ギアニスさん、素晴らしいホームランが飛び出しました。いや本当いいバッティングしましたよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。2球目決まっています。さあ外してくるのか。大きく外しています。引っ張った、取りました。一塁そのまま入ってアウト。バッターは注目のルーキー木戸。昨日のゲームでなんと6安打の大活躍でした。当たりに当たってましたね。絶好調でしたよね。はい、さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。引っ張った、サード取った、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース2本のホームランが飛び出しました。1回終わりました。4対0、タイガース先制です。2回裏に入ります。タイガースの攻撃、バッターは亀山。タイガースリードで迎える2回の攻撃です。西さん、まずは出塁してプレッシャーをかけていきたいですよね。まだ序盤ですからね。相手の打線を考えるとひっくり返される可能性があります。打ちました、ライトバック、バックバックする、ライトオーバーのヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。先頭バッター出ました、タイガース。ノーアウトランナー2塁です。これが初球、引っ張った、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー3塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。鮮やかなタイムリーヒット、5対0、タイガースなおもチャンスです。打順は1番に帰ります。バッター真由美。大きくリードはしてますけど、この後どういう試合展開になるか分かりませんから、取れる時に取っておきたいですね。さあ序盤から大きな差をつけていますが、攻撃の手は緩めません。引っ張った、サード取った、一塁送球アウト、ワンアウト。打席には2番バッター和田。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。打った、これはどうか、センター深いところ破っていきました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。今日もマルチヒット、ワンアウト三塁二塁です。打ちました、高く上がった、頭上ぐんぐん打球の入った、ホームラン、スリーランホームランが飛び出しました。これで2打席連続のホームラン。初球でした。打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。追加点が入りました、タイガース8対0。いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、バッターボックス石峰。先ほどの打席は内野安打でした。タイガースホームランで得点を挙げています。最初は変化球できました、ボールになります。打ちました、田中取ってアウト、際どいタイミングでしたが一塁アウトです。バッターボックスアリアス、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思い切りのいいスイングで放り込みましたよね、ここは気持ち的に余裕があると思いますけど、緩めずにどんどん行ってほしいですね。はい、ここはもう一発狙ってるんでしょうか。タイガーいい当たり、伸びていく、このフライはヒットになりそうだ。レフトの頭上を越えていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ツーアウトランナー二塁。初球ティー、弾き返した打球はセンターへ、最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース4点を追加しています。
2回終わって8対0タイガースのリード広がっています。これから3回の裏タイガースの攻撃です。そしてジャイアンツはピッチャーが変わります。高木がマウンド上に上がっています。点差が大きく開いた序盤からの登板となりました。打ちました。ファウルになります。空振りになります。ノーボールツーストライクです。ボールになります。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスは8番亀山。いや、さっきのツーベースは見事でしたね。はい、ここも思い切っていってほしいですね。期待しましょう。ワンアウトランナーありません。高め外れました。打ちました。これは浅いフライ。この打球は落ちそうだ。ヒットになりました。これが今シーズン50本目のヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。初球ストライクを取りました。ここはバントを警戒する守備体制。ランナー飛び出す。ランナー挟まれた。二塁送球。二塁タッチはアウト。牽制でアウトを取られました。アウトコース見送っています。打った。田中取って、一塁アウトで3アウトチェンジです。この回タイガース結局3人で攻撃を終えています。タイガース4回裏の攻撃になります。バッターは真由美。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。タイガース打ちました。レフト下がっていく、下がっていく、入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これがチーム4本目のホームラン。三塁回って今ホームイン。9対0。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。2番バッター和田。今日はここまでマルチ安打を記録しています。いいですね。今日は調子が良さそうですね。すさまじい集中力を見せています。タイガースホームランで得点を挙げています。さて今日のジャストミート。これは大きい。伸びていく。これはセンターの頭上を越えていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで2試合連続の猛打賞。ノーアウトランナー二塁です。まずはボールから入りました。2球目は何で来るか。これは手が出ないか。ストライクを取ります。打ちました。ライトへ打球伸びる。ここはフライになっています。ライト、セカンドランナータッチアップ。バッターは4番石峰。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ワンアウトランナー3塁です。抜けたような感じになりました。大きく外れます。外低めの球。バッターボックスの石峰、今シーズンの得点圏打率は5割6。インサイド落ちました。さあどうだ。この打球は落ちるか。どうだ。ヒットになった。サードランナーホームイン。3塁へ送球。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。10対0。タイガースなおもチャンスです。バッターは5番アリアス。今日はここまでホームランを含む2打数2安打マルチ安打を記録。打ちました。下がっていく。下がっ、レフトポール際。判定はファウル。引っ張った。岡本アウト。スーパープレイ。いいプレーに阻まれてしまいました。里崎さん、今のプレーご覧になっていかがですか。このプレーは大きいですよね。さあ初球は何か。ファウルになります。もう一球低め。まあピッチャーからすればね、振ってほしいと思いますけどね。バッターよく見ました。際どいコース、ボールです。打ちました。打球はセンターへ。この打球はフライになっています。丸が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。5回
5回の裏7番から始まるタイガースの攻撃、木戸バッターボックスに入ります。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミング合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正してしっかり捉えた。これは大きい、伸びていく、積極的に行きましたがセンター掴んで、バッターボックス亀山、今日はここまでマルチ安打を記録しています。当たってますね。ここも打って猛打賞といきたいですね。打ちました、伸びていく、これはライトの頭上を越えていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これで3打数3安打の猛打賞、ワンアウトランナー2塁となりました。最初は変化球できました。ここはバントを警戒する守備体制ですね。打ちました、このフライはどうだ、落ちるか、ライト掴んで2アウト。打順はトップに帰って真由美、大きく差が開いてますけど、どんどん点を取りに行く姿勢で行ってほしいですね。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。これが2球目、外、これは際どいが外れている。変化球にバットが空を切ります。ツーボールツーストライクです。バッターの真由美、今シーズン得点圏での打率は5割3。インサイド落ちました、ショートの左抜けました。セカンドランナー三塁を回った、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。11対0、タイガースなおもチャンスです。ジャイアンツピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の岩隈。さあマウンドに上がったのは岩隈、今シーズン6試合目の登板です。昨日のゲームでは2イニングを投げています。初球打ち、ここは打ち上げています。ショートに任せます。坂本が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース1点を追加しています。5回終わって11対0。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。1回の裏ワンアウトで2塁にランナーを置いて3番バッターバース、3球目しっかりと捉えました。タイガース一振りで先制。続く攻撃、得点圏にランナーを置いて迎えるは5番アリアス、その初球でした。タイガース2点を追加します。6回の裏タイガース打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターはバース、今日は2本のホームランを放っています。前の打席はいい当たりの外野フライでしたよね。バットは触れてると思うんで期待したいですよね。期待しましょう。タイガース攻撃が噛み合い大量リードで6回の攻撃に入りました。ワンアウトです。打席には4番バッター石峰、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや勝負強かったですよね。はい、ここは気持ちも乗ってると思いますね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。打ちました、レフト下がっていく下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これがチーム5本目のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン、12対0。いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね。打席には5番バッターアリアス、タイガースホームランで得点を挙げています。初球ストライク、打ちました、これは大きい、伸びていく、どうか、レフト深いところ破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー2塁となりました。初球は何で来るか、打った、右中間に強い打球、この当たりはどうか、スタンドには届きません。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、13対0。タイガースちょっと一方的になっています。まず何を投げてくるか、初球打ち、これはどうか、田中一塁送球、アウト、ツーアウト、これは進塁打になりました。
打席には1番バッター亀山。今日はここまで猛打賞を記録しています。いや固め打ちですね。初球打ち、これはどうだ。一塁送球します。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。7回の裏タイガースの攻撃です。一方ジャイアンツはピッチャーが変わります。中川がマウンド。日産、今日はピッチャーがしっかりゲームを作っているわけなんですが、ピッチャーのリズムがバッターにも影響すると言いますよね。一体どんな部分なんでしょうか。そうですね、難しい状況がないわけです。この回ピッチャーからの打順でしたが、タイガースは代打を送ります。バッターボックスには代打の江越。タイガース攻撃が噛み合い、大量リードで終盤7回の攻撃に入りました。日産、点差はあるんですけれども、先頭バッターとして役割をぜひ果たしてほしいところですよね。そうですね、ここは攻めたいですよね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。バッターランナーは2塁到達。これで9試合連続安打。ノーアウトランナー2塁です。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。うん、やっぱりスリーベースが一番難しいですよね。打力だけでなく足も必要になってきますからね。そうですか。さあこの場面でサイクルヒット達成なるんでしょうか。真ん中打ちました。この打球はファールグラウンドへ。これもファウル。これが3球目。打ちました。坂本一塁を送ります。アウト、ワンアウトです。2番バッター和田、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。セカンドランナー動けずワンアウトとなりました。打った、レフトが追いかける。ぐんぐん打球が伸びている。入りました。ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがチーム6本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。タイガース15対0。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、はい、バッターボックスには代打のオマリー。タイガースホームランで得点を挙げています。打ちました。打った瞬間確信したか。ぐんぐん打球が伸び、入った。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。これはすっぽ抜けました。スライダー決まっています。ノーボールツーストライク。ボールになります。打った、内野を抜けていきます。これで3連打。ワンアウトランナー1塁です。打順は5番アリアス。いや先ほどは見事なツーベースでしたね。このね、引っ張った、ワンバウンドヒットになりました。これで4連打。ワンアウトランナー2塁1塁。バッターボックス松永、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いいところで打ってくれましたよね。はい、リードはしてますけど、この打席もしっかり集中していって。2球目打ちました。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。3塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。ファーストランナー3塁回ってホームを狙う。ファーストランナーもホームイン。追加点が入りました。タイガース、タイガースちょっと一方的になってきました。ジャイアンツピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは5番手の大竹。バッターボックスには代打の八木。
まずはボールから入りました。さあ2球目は何か。ストライク。低め、これは外れた。外低め決まってストライク。さあバッター追い込まれています。打ちました。ここはフライになっています。大竹が掴んで2アウト。打順は8番亀山。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。2アウトになっています。打ちました。高く上がった。フェンス直撃。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。タイガースなおもチャンスです。今日は代打で途中出場。2回目の打席が回ってきました。前の打席はツーベースでしたからね。はい。今日はバットが触れてるようなんで、ここも思い切って狙っていってほしいですね。ええ、期待しましょう。タイガースこの回は打者一巡の猛攻となっています。真ん中打ちました。三塁ファールフライ。これはスタンドへ入りそうです。入れました。ファールボール。低め外れています。真ん中打ちました。ファールグラウンドへのフライです。隅谷が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。今日はバッティングゼロ。打ちました。これは大きい。伸びていく。どうか。フェンス直撃。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。今日2本目のツーベースヒット。ノーアウトランナー二塁です。初球打ち。センターへ打球伸びる。この打球はフライになっています。センター掴んでワンアウト。今日は代打で途中出場。2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席でソロホームランを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。はい。一発が出て余裕もあると思いますけど、しっかり集中していってほしいですね。ドカーンと大きな当たりです。打った瞬間入った。ホームラン。ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。真ん中にスッと入ってきた変化球、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。さて西さんも1999年に対広島戦でサイクルヒットを達成されていますが、当時を振り返っていただいていかがですか。最後はホームランだったんですけども、ラッキーでしたね。次はピッチャーの打順ですが、8回から登板の島本がそのまま打席に入ります。まあ点差に余裕もあるし、このまま最後まで頑張って投げてくれという、はい、バッターボックスには代打の新庄。ツーアウトになっています。ファウルになります。打ち上げた。ファールグラウンドへのフライです。構えます。ストレートに詰まって、最後はファールグラウンドへの当たりで3アウトです。しかしこの回タイガースツーランホームランで得点を追加しています。タイガースのリード広がっています。タイガース打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。西さん、今のチーム状態見てると負ける気がちょっとしませんね。いや本当ですね。とにかく内容で圧倒してますよね。そのいい流れ、明日も期待しましょう。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のジャイアンツですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが快勝ということになりました。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで甲子園球場から失礼いたします。
りましてありがとうございました。お忘れ物などございませんよう。照明に火が灯りました。ナイトゲーム、まもなくスタートです。マツダズームズームスタジアム広島からお伝えしてまいります。セ・リーグ公式戦、広島東洋カープ対阪神タイガースの10回戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。エースを出しているという以上、この試合絶対に負けられませんね。エースで負けるとチームの流れが悪くなりますから、今日は絶対勝ちたいですよね。そうですね、エースの好投に期待しましょう。まずはカープのエース大瀬良がマツダスタジアムのマウンドに上がります。相手がルーキーですから、当然負けるわけにはいかないというプライドがあるでしょう。初球甘いコース、バットが出ませんでした。打ちました、高いバウンド取った。これで3試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。バッターは注目のルーキー松永、昨日のゲームではマルチ安打を記録しています。しっかり勝利に貢献しましたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。ヒットでランナーを一塁に置いています。マウンド上大瀬良、そしてキャッチャーは相澤。このバッテリーをタイガー走ってきた、キャッチャー送球して盗塁成功。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあ走ってくるのは分かってたはずなんで、もう少し工夫してもらいたかったですね。これでワンヒットで先制ですから、もう少しランナーを警戒しておきたかったですよね。やはり走力というのは大きな戦力ということですね。まあそうですよね、そういった機動力を重視したチームがね、増えている印象はありますよね。うん、そうですね。さあここをしのいでいけるか。打った、センターに大きな打球、センター下がる、抜ければ先制ですが、ボールはそのままフェンスに直撃、セカンドランナーホームイン。タイガース1点を先制しました。フェンス直撃のタイムリーヒット、1対0。序盤から先手を取られています。ここで先制点を奪われてしまいました。まあ注意すべき相手でしたよね。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。バッターボックスには3番バース。カープこの回1点を失っています。さあ先制点を奪われて、なおも得点圏にランナーを背負った場面。相手打線が勢いづいてきてるんで、これ以上乗せないように食い止めないといけませんね。そうですね、ここで切っておきたいところ。バッターボックスのバース、今シーズンの得点、打った、スタンド一直線、文句だ、入った、ホームラン、ツーランホームラン、
これでシーズン本塁打記録を更新しました。真ん中に入ってしまったストレート、ジャストミートされた打球はフェンスを悠々と越えていきました。カープ追加点を許します。3対0。クリーンナップに一発を浴びてしまいました。警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。まあ正直これはきつい一発ですよね。立ち上がりを攻められています。バッターは石峰。昨日はホームランを含む4安打を記録しています。当たってましたよね。バットが触れてましたからね。はい。さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。カープ初回から相手打線に捕まっています。里崎さん、不安の残る立ち上がりとなっていますよね。まあそうですね。ここから修正が必要な内容となってますよね。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。打ちました。高い打球レフトへ。ここは打ち上げています。レフトが取りました。ワンアウトです。バッターは注目のルーキーアリアス。昨日のゲームはホームランを含む4安打を記録しています。いやー固め打ちでしたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。ワンアウトになっています。打った。左中間に強い打球。これはどうか。真ん中を破りました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。ワンアウトランナー二塁となりました。バッターは6番糸井。カープこの回3点を失っています。さあ先制点を奪われて、なおも得点圏にランナーを背負います。相手打線が勢いづいてきてるんで、これ以上乗せないように食い止めないといけませんね。そうですね。真ん中打ちました。これはどうか。センターへ抜ける。セカンドランナー3塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。4対0。カープもうこれ以上点はやれません。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあ注意すべき相手でしたよね。またしても点を入れられてしまいました。バッターは7番に入っている梅野。カープこの回先制点を許しています。初球は何から入ってくるか。打ちました。左中間に大きな打球。左中間を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは二塁到達。これで3連打。ワンアウトランナー三塁二塁。初球はストライク。ストレートが決まっています。次が2球目。2球目打ちました。ホームに送球。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。ライト前のタイムリーヒット。5対0。カープもうこれ以上点はやれません。さあ打席には先発の前川入っています。さあ追加点のランナーを置いた場面です。さあまず1球目。初球ボール球です。打ちました。これはどうだ。センター前ヒット。二塁へ送球する。二塁際どいが、これはセーフだ。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。6対0になりました。カープなおも二塁一塁のピンチです。ファウルになります。2球目は何で来るか。いやー今のはちょっとヒヤッとしましたよね。そうですね。打ちました。田中素晴らしい反応を見せた。アウト。アウト。スタンドのファンも沸いています。しかしこの回タイガース見事な攻撃でした。6対0。タイガース先制です。バッターボックスは2番松永。さっきはストレートを打たれたんでね、ここはストレートをどう使うかですよね。なるほど。組み立てのポイントになってきそうですね。打ちました。
セカンドが取る。アウト、ワンアウト。3番バッター、バース。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、大瀬良、まずは先頭バッターを打ち取って打った、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、突き刺さった、ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。初球でした。思い切り引っ張られてスタンド深くまで運ばれています。カープ追加点を許します。7対0。警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。打順は4番石峰。初球ストライク。あっという間にツーストライクです。ファウルです。アウトコース外れます。打ちました。変化球に泳がされてセカンドライナーに倒れています。これで2アウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ強打者のイメージがね強いんですけど、逃げずに強気のピッチングでいきたいですね。なるほど、ではバッテリーの組み立てに注目ですね。打ちました。伸びていく。この打球は落ちるか、どうだ。ストレートを打っていきましたが最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。7対0、タイガースのリード広がっています。これから3回タイガースの攻撃です。一方カープはピッチャーが変わります。レグナルトがマウンドに上がります。点差が大きく開いた序盤からの登板となりました。さあマウンドを任されたのはレグナルト、今シーズン19試合目の登板です。昨日のゲームでは2イニングを投げています。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあそうですよね、任された以上期待に応えるピッチングを見せてほしいですよね。そうですね、さあしっかり抑えていきたい。タイガースがダイソーを送ります。新庄ファーストランナーに入ります。バッターボックスには7番梅野。さっきはツーベースを打たれましたからね。はい、そうですね、ここはしっかり低めにコントロール。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、タッチアウト、いい送球、失敗、打ちました。レフト下がっていく、下がっていく、フェンスダイレクト、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。これが1球目、まずは見送ります。ワンボール、緩いボール決まっています。膝元、バッターの糸原、今シーズン得点圏での打率は6。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。バックホームする、これでマルチヒット、ワンアウトランナー三塁一塁。これが初球、初球打ち、キャッチャーが落下点に入ります。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。打順は1番に帰ります。バッター真由美、今日は盗塁を決めています。タイガースこの回3本のヒット、打った、大きな打球になった、さあどうだ、満々中左中間破っていきました。サードランナーホームイン、ファーストランナー3塁回ってホームを狙う、ファーストランナーもホームイン、タイガースが突き放します。左中間へのタイムリーヒット、9対0。カープもうこれ以上点はやれません。バッターボックス松永、さあ初球は何か、初球打ち、取って3アウトです。しかしこの回タイガース2点を追加しています。9対0、タイガースのリード広がっています。里崎さん、エースがノックアウトされています。ファンとしては残念ですよね。まあこんな時もありますよね、いつも頼っているところもありますから、次回はいいピッチングに期待したいですね。はい、次回はエースらしい投球に期待しましょう。打ちました。ライト下がっていく、下がっていく、
どうか、入りました、ホームラン、ソロホームランが出ました。なんと3打席連続のホームラン。3塁回って今ホームイン、10対1。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックスは4番石峰。さて今日のカープの先発は序盤大量失点で交代した大瀬良、早々に予想外の降板となりました。打った田中、掴んでワンアウト。バッターボックスには5番アリアス。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席大きい当たりでしたよね。ちょっとヒヤッとしましたよね、ここは注意していった方がいいですね。はい、そうですね。ワンアウトランナーありません、はい、さあ3球目は何か、大きく外れてボールです。次が4球目、これはセカンド菊池掴んで2アウトです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですよね、存在感が大きいバッターではありますけど特に意識する必要はないですよね。なるほど、そうですか。最初は変化球できました。これが2球目、変化球タイミング合いません。ノーボール2ストライクです。この球は外れています。三遊間、田中掴んで、これがチーム15本目のヒット。2アウトランナー1塁、7番バッター梅野。今日はここまでマルチ安打を記録しています。もう打たせてはいけません。ファーストランナースタート、キャッチャー送球してタッチアウト、盗塁失敗。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。10対1、タイガースのリード広がっています。里崎さん、大きく離されて一方的な展開となってしまいました。どのようにご覧になってますか。まあ自ら流れをつかみ損ねてるっていうところもあるんで、なかなか厳しい戦いになってますよね。そうですね、この厳しい戦い、打ち上げました、浅いフライ、ここは打ち上げています。変化球を打っていきましたがレフト掴んでワンアウト。バッターボックスは8番糸原。今日はここまでマルチ安打を記録しています。もう打たせてはいけませんよね。打ちました、ヒットになった。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。これで3打数3安打の猛打賞、ワンアウトランナー2塁となりました。初球は何で来るか、打ちました、取った、一塁へ、2アウトになりました。打順はトップに帰って真由美。まあカープとしてはここをしっかり抑え切って流れを引き寄せたいですよね。はい、さあここはしっかり守りたい。バッターボックスの真由美、今シーズンの得点圏打率は5割。打ちました、これはどうか、ショート取った、一塁送球アウト、スーパープレーが飛び出しました。タイガースサードランナー残塁に終わっています。10対1、タイガース大量リードしています。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ強打者のイメージがね強いんですけど、逃げずに強気のピッチングでいきたいですね。そうですか。さあバッテリー、いい当たり、これは大きい、伸びていく、初球から積極的に行きましたがセンター掴んでワンアウト。バッターボックスは3番バース。まあ先ほど打たれたツーシームの使い方工夫したいですよね。そうですね、そういったポイントを抑えた配球になっ、はい、バッターボックスには代打の大山。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあここは落ち着いて対処していってほしいですよね。そうですね、さあどのように組み立てていくか。これも初球打ち、これは浅いフライ、このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになりました。これで3試合連続安打、ワンアウトランナー1塁となりました。バッターボックスには4番石峰。今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを1塁に置いています。さあ2球目は何か、打ちました、高いバウンド、ショートゴロ、田中2塁を送ります、アウト、
際どいタイミングでしたが2塁フォースアウト、ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。5番バッターアリアス、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ゲッツー崩れでランナー残りました。引っ張った、打球はレフトへ、長野が掴んで3アウトです。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。10対1。これから7回タイガースの攻撃です。そしてカープはピッチャーが変わります。島内がマウンド。里崎さん、だいぶ厳しい展開となっているんですが、選手たちはもちろんまだ諦めてはいませんよね。いやー、もちろんですよね。最後まで試合を諦めないという気持ちでやっていると思いますよ。はい、その気持ちをぜひ前面に出してほしいと思います。打ちました、レフト下がっていく下がっていく、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これがチーム4本目のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。11対1。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックスは7番梅野。ファウルです。打った、あっと弾いた、ボールを拾って、これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。8番バッター糸原、今日はここまで猛打賞を記録しています。バッター今日当たってるんで慎重にいかないといけませんよね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。ヒットでランナーを1塁に置いています。アウトコース外れます。ボール先行です。真ん中へ、4球目は何で来るか。高め打ちました、ファウルグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターは今日の先発ピッチャー前川。ワンアウトになっています。これはすっぽ抜けました。ちょっと合わないようです。ノーボールツーストライク。打ちました、島内、二塁へ、セカンドフォースアウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。11対1、タイガースのリード広がっています。さあそしてここからはラッキーセブン。これから8回タイガースの攻撃です。一方カープは、さあマウンドに上がったのは中崎、今シーズン2試合目の登板です。初球ボール、アウトコース見送ってストライクです。アウトコース外れます。打ち上げた、ここはフライになっています。4球目打っていきましたがワンアウトとなっています。打順は2番松永、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね。ここは長打を警戒しておきたいですよね。そうですね、切りました、ファールボールです。打った、中崎取って2アウトになりました。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。前の打席はしっかり捉えてましたからね。ここはタイミングをずらすような工夫をしたいですよね。バッターボックスには代打のオマリー。ツーアウトランナーありません。打ちました、ライト下がっていく下がっていく、どうだ、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン。三塁キャンパス回ってホームに帰ってきました。12対1。代打アーチでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。4番バッター石峰、打った高く上がった、頭上ぐんぐん入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。
ました。これで2者連続のホームラン。三塁回って今ホームイン、13対1。主砲の一振りでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックスは5番アリアス。初球ボール、この球は外れています。これが4球目、空振りになります。ツーボールツーストライクです。打ちました、浅いフライ、ヒットになった。これで2試合連続のマルチヒット、ツーアウトランナー一塁。さあバッターは新庄。この打席でホームランを放てば今シーズン30本。引っ張った、取った、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。13対1、タイガースのリード広がっています。これから9回タイガースの攻撃です。さあ里崎さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。まあ最後まで諦めないためにもここはしっかり抑えないといけませんよ。そうですね、いい形で攻撃につなげたいところです。ファウルになります。大きく枠を外してきます。インコース、これは外れます。打った、センターライナー掴んでまずワンアウトです。バッターボックスは8番糸原。先ほどの打席はファールフライに倒れています。ワンアウトランナーなしです。バッターボックスには代打の八木。ワンアウトランナーなし。初球空振りです。内へ低めに変化しました。次のボールは甘くなったら手を出してくるでしょうね。なるほど、そうですか。低めはボール。打ちました、ピッチャーゴロです。ピッチャーが取る、アウト、ツーアウト。ピッチャーに打順が回って8回から登板の島本がそのままバッターボックスに入ります。まあ大きくリードして余裕もあるんで今日は他のリリーフ陣を休ませ。バッターボックスには代打の木戸。ツーアウトランナーありません。ファウルになります。低めは外れました。いやー、まさにコーナーギリギリですよね。インローへキレのある変化球が決まっています。ワンボールツーストライク。インサイド落ちました、セカンド取る、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。残念ながらカープ敗れてしまいました。里崎さん、エースの先発だったんですが残念ながらその責任を果たすことはできませんでしたね。まあそうですよね、明らかにいつもの調子ではなかったんでね、次回までにはしっかりと調整してもらいたいですね。そうですね、次は生まれ変わった投球見せてほしいと思います。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のカープですが非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。